おはようございます。11月5日腹筋ローラー220日目、62歳セカンドチャレンジ15日目になりました。腹筋ローラーの方は、220日目ということで、まあ1日も休まず続けてきた、220日です。まあなんか今のまあ、感じだと、まあ1年365日ですか、あと145日、続けられそうな、気も、しますね。まああと145日、1年続けたとこで、まあ自分のまあ腹筋に、体に、どういう変化が、出るのか出ないのか、まあその辺もちょっと視野に入れるというか、ちょっと興味が、出てきています。145日、と言ってもされど145日、まあ今まで220日、続けてこられたわけですけど、さらに145日プラスというと、まあどうなんすかね。まああまり、気負わないで、やっていけたら、続けていけたらなとはいうふうに思えるようにはなってきました。まあ、まあ区切り的にもね、1年やってみたぞということで、1年やってもさほど変わらないのか、やっぱり、やっただけ、こう腹筋に変化が起きてくるのか、まあその辺もちょっと、興味もあります。まああとは、まあ合わせてやってきたダイエットによるしわたるみですね。それがまあ、腹筋ローラーを続けていくことによって多少でも改善されていくのか、やはり、まあ年齢もろもろにで、あまり変化が起きないのか、その辺も含めて、まあ多少ないともね、ちょっと張りっていうんですかね、たるみが改善されてきたら、まあそれはそれで、本当いいことなので、まあ、その辺もちょっと見つつ、続けていこうかなとは、まあ現時点では思い始めました。まあ、年が変わって62歳になったということで、何か62歳始めようと、まあいろいろ考えたり探してはいるんですけど、まあ現時点ではちょっとなんか新しい試みというか、趣味というか、まあまだ見つからないでいます。なのでとりあえず、まあこの腹筋ローラー、まあチャレンジということから、まあ習慣ですかね、まあこれを続けていきながら、まあ新しい何かやろうと思うこととか、ができたら、まあそちらの方に、移行していこうかなとは、考えています。また明日も続けますのでよろしくお願いします。